自然界では水と水蒸気は自然光を変更させる。プラネミスペナピーズの複眼の小平面は直接的または偶発的に光を集める。集められた光は昆虫に環境情報を与える。変光汚染とは光、特に変更による様々な形態の光害のサブセットである。自然界では水と水蒸気は太陽光を変更させる。 変更種の方向を受け取ることによって、いくつかの生物種は移動中に、その移動経路を修正することができる。自然光や人工光に対する人工的な変更は、これらの生物種や、その種が重要な役割を果たす生態系における、生物の行動を混乱させる可能性がある。ジャンバティスト・ビオと彼の後継者は、フルクトースやスクロースなどの有機製品の溶液が光を、 変更できることを示した。この数十年で変更が生態系、特に昆虫の世界で重要な役割を果たす可能性があることが分かってきた。より近年においては、公害の概念が誕生するとともに人工的な変更が生態系に問題を生じさせる可能性が問題となっている。ゲボー・ホーバスと彼のチームは、この新しい用語は、 変更された光の具体的な生態学的影響に対処するためにより適切に記述、理解されるべきであると主張している。ゲボー・ホーバス、ジェル・ジュクリスク、ピーター・マリック、ブルース・ロバートソン、ポーラライズド、ライト・ポリューション、エューカインド・オブ・エコロジカル・フォト・パリューション、フロンティアーズ・イン・エコロジー・ザ・エンバイロメント7、6、317から325、アブス、 10.1890-080129オンラインアクセス2009-08ありがとうございます。